どうも、こんばんにちは。今僕はこの、スピードレースの練習の日で会場に来てます。How's this course? So the course is a little bit simple with really simple techniques. There is not like complicated stuff on the way, so like if you do harder stuff you don't get advantage just like as the easy stuff. And it's quite slippery, so they made like this grip tape right in the spot you have to land or not. But yeah, if you spit in your shoe, just like this is European technique. Spit, you do this, and ta-da, grippy. Yeah. これがあのシークレットテクニックなんで、本番僕も試してみたいと思います。Thank you. おい。バイ。バイ。横から見た時よりも実際に。よいしょ。こうコーススタートについて見た時の差がすごいんですよ。もう先が見えないっていう、だからちょっと怖いっていう。こういう感じでやっていくって感じですね。Tシャツ、黄色のやつの Tシャツ。あ、やば、ハンドスピナー売ってる。はい、ありがとうございます。ゲットしました。ケンケン来ましたよ。おはよう。おはよう。バイバイ。ケンケン、おはよう。おはよう。今会場もう動いて練習がほぼ終わったんですけど、まあ基本的にやっぱ高低差が連続してあったりしていて、やっぱ一番難しいのがね、ここがすごい高くて、まあどう越えていくかっていうので、その後にまあうまく力逃がしながら受けていくかっていう感じでいきます。でここの手すりをターンして戻る、これで一周というかやっていくんですよね。結構長いんです。なんで、まあ、ちょっとスタミナとか意識しながらやっていきたいと思います。今少し雨降ってきちゃって、まあ、多分今日の練習はこれで終わりなんですけど、明日多分晴れれば予選やって、まあ、晴れなかったらまあ多分ちょっとスケジュールが変わると思う。明後日かなって感じで、まあできることはやったと思うんで、また本番に向けて頑張りたいと思います。頑張ります。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。